ドイツのパトリシア・メスケ。今年のヨーロッパ選手権第5位、世界選手権第9位です。出だしはよく滑ってますね。どうでしょうか、最初のジャンプ。トリプルトーループですね。アクセルはシングルアクセルからトリプルサルコまでのコンビネーションですね。緊張が取れない表情が出ています。今度はダブルアクセル。トリプルサルコです。ここまでジャンプの大きなミスはないですね。そうですね。ただジャンプ全体のキレがちょっと悪いですね。ラストのパートに入って、さあトリプルトーループですね。ちょうどオリンピックマークの上。ドイツのパトリシア・メスケ、ほっと肩で一息。大きなミスというのは五十嵐さんなかったですね。そうですね、ジャンプを、着地した時にちょっとフリーレッグを引きずったりとか細かいところではミスはあったんですけれども、大きなミスはなかったですね。ただ一番ですね、言えることは曲が変わっているんですが、スケーティングっていうかその演技内容ですね、その滑り方といいますか、非常に変化の乏しいプログラムであったということで、メリハリが効いてない感じがしましたね。
ですからジャッジによっては非常に減点する対象に持ってくるんじゃないかと思いますね。このシングルアクセルからのコンビネーションというのはこれ本来的にはそういう構成なんですかね。まあ、多分、まあ、ダブルアクセルからつなげていくっていうところが、まあ、本来だと、予定してたところじゃないかと思うんですけどね。得点が出ました。これがテクニカルメリット。フランスの地元の放送局が作った映像です。 5.4、まあ、5.3 から 5.5 というところです。そしてアーティスティックインプレッションは、少し 5.2 という数字もありますし 5.6 と、あ、これはドイツのジャッジが 5.6 を出してますね。ドイツはカタリーナ・ビット、その後はどうでしょうか、キールマン、その後ということになるわけですかね。そうですね、まあ、やはりあのスローパートは